はい、皆さんこんばんは、NK フィルムズです。今日はですね、こちらスターウォーズのブルーレイが届きましたので、今から開封したいと思います。なんかね、ムービーネックスっていう名前なんですよ。よくわかんないんですよ。何のこと言ってるのか僕にはよくわからないですけどね。来ました。 BB-8 とかね、表紙ですね。で、裏はねこんな形で、もう多分皆さんの中でも届いてる方いるんじゃないでしょうか。はい、こちらの感じになっております。はい、でちょっとね、軽く開けていきたいと思います。なんかね、結構バージョンが何バージョンも出てるんですよ。で、僕はもうほんとスタンダードのこの普通のデスクだけのやつを購入しました。で、こういうカバーがついてて、これをですね、押すとね、こちらの本体というかケースで、ここ黒いですね、ブルーレイのケースが。はい、で、中を開けるとこんな感じでね、本編のディスクと、もしくはボーナスディスクはブルーレイとして分かれてますね、本編の。で、これが普通の本編の DVD がついてる感じです。はい、あとね、そのムービーネックスっていうのがなんか、あのスマートフォンとかね、 iPad とかにこうデジタルコンテンツとして入れて持ち運べるらしいですね。で、そのなんかね、その書いてる書類っていうか、まあこれちょっと見せちゃいけないのかな、コードが書いてるんで、はい、これと、あとローグワンのなんかチラシみたいなのも入ってました。こちらも公開決定、12月16日公開決定。はい、ではこちらを紹介しました。はい、で、あとまだちょっとありましたね、ちょっと僕今気になってるのがありまして、こちらのね、ちょっとX ウィングのね、48分の1のプラモデルのちょっとこのパンフレットがあったんで、ちょっと拝借してきたんですけど、これがちょっとすごいんですよ。これ知ってる人いるのかな。これ、ね、ライトアップがね、できる。そしてあのボタンを押すとね、ウィングが開いて効果音が出るっていう、この結構ね、こだわった仕様のプラモデルでして、まあ値段がこれちょっと1万円って書いてるんですけど、定価1万584円って書いてるんですけど、まあ Amazon で今調べたらね、6000円前後で売ってまして、でちょっとこれ近日ね、これを購入してちょっと組み立ててみたいなと。今ちょっとちょうどプラモデルにハマってますのでちょっと近日ね、こちらの X ウィングをちょっと購入してね、そのまま近々レビューしてみたいと思います。はい、これが一つと、あと前回でこの動画の一つ前のミレニアムファルコンのプラモデルをご紹介したいと思うんですけども、完成品になります。ちょっとね、見てわかると思うんですが、ちょっとね、汚しすぎたんですね、これわかるかなちょっと汚しすぎたんですけど、まあなんかね、汚い感じというか、いい感じで塗装ができたんではないでしょうか。結構ひどかったんですよね、塗装がね。やっぱり色がおかしいとね、一つ前の動画で紹介したね、僕が塗ったの汚くしすぎたんですよ。なのでちょっと一回色を戻しました。それがこちら、どうでしょうか。これ多分ね、ミレニアムファルコンってこの色なんですよ。ほぼ白っていうか、薄くね、なんて言っていいんだろうな、肌色というかが入ってるような、ちょっとこの色に頑張って塗装し直しました。前回の動画見てる方はね、すごい汚ねこのミレニアムファルコンって思った方いると思うんですけど、僕はあれちょっとおかしいなと思って、よくよく調べたら、やっぱね、ミレニアムファルコンは白いんですよ思った以上に。あと艶消しの今回は塗料でね、塗ったおかげで結構この艶もなくなってですね、ちょっと金属感が出てるんじゃないかなと。だから結構いい、塗装ができたと思っております。はい、結構ね、一から分解してやったので、はい、これでいいんじゃないでしょうかね。どうでしょうか。はい、なので前回の動画見た方はね、あそこまで汚しちゃうとね、結構汚くなりすぎちゃって、ミレニアムファルコンはね、やっぱこれぐらいの綺麗さというか、結構汚すのってね、ただ汚くすればいいっていうわけじゃなくて、すげえ難しいんですよね。かっこよく汚すっていうのはやっぱ職人技なんでしょうね。やっぱ僕みたいな素人、ど素人のまだプラモデル1個か2個しか作ったことないような、人ですからこれから勉強していきたいと思いますので、はい、で先ほど触れたあの X ウィング
をね、こんな感じで作っていければね、軽くちょっと、スターウォーズのジオラマみたいなのができたら結構いいなと考えております。はい、ではね、今回はブルーレイとそしてさっきの X ウィングで今のこの色を塗り直したミレニアムファルコンの紹介でした。動画をご視聴いただいてありがとうございました。失礼いたします。